大谷は水原の父親が経営している高級居酒屋にお忍びで通っている。その店では大谷だけのスペシャルメニューが存在するが、他のお客さんには絶対内容は教えてもらえない。水原の父親がスタジアムに応援に来ると、大谷は何しに来たんですかと言った。水原がバットにおまじないをした直後の打席に大谷は33号ホームランを放った。WBC で優勝した時、大谷だけではなく水原にも金メダルが贈られた。水原は WBC の前に侍ジャパン候補になりそうな日系人に DM を送り、ヌートバーを発掘した。エンゼルスで選手たちがゲームで遊んでいることに気づき、大谷に同じのをダウンロードさせた。水原はイタリアの選手たちがお寿司を食べたいと言ったので、お店を予約しておいた。